今日新型コロナウイルスの感染が確認された男女5人のうち神戸市の10代の女性が私立たるみ中学校の生徒であることが分かりました今月4日に30代の男性教諭の感染が確認されていたたるみ中学校では男性教諭が受け持っていた生徒や職員およそ70人に PCR 検査を実施しましたが今日感染が判明したこの女子生徒は 検査を受けていなかったということです市教委によりますと女子生徒と同じクラスの生徒や担任およそ40人を23日まで自宅待機にし PCR 検査を行うということです休校などの措置は行わないとしています